堆積平野とは、主に河川などの流体の堆積作用によって生じた平野のことである。河川の他に海、湖、風、氷河に運ばれた土砂など、風によって運ばれた火山灰、砂塵などの堆積物からなる。堆積平野の地形の特徴として、起伏は侵食よって形成された純平原により、なだらかになるが、河川による場合は、氾濫源に限定されるために、 面積は比較的小さくなる。地表に見られる大積平野は第4期関心与に形成されたものがほとんどで中石平野と呼ばれる。大積平野が地殻変動の影響で隆起すると再び強い侵食作用を受けて断球や大地を形成する。更新与に期限のあるものを特に鉱石大地と呼ぶことがあるが規模は小さく、やがてさらに侵食を受けて消失する。 日本においては一部に貸し弾球や海岸弾球、海進により形成された、大地面が見られるが平野と呼べるほどの規模はなく、すべて堆積平野である。これは、日本付近の地殻変動が激しいことを裏付ける。日本の平野は、基盤岩の沈降ブロック地域に形成されている。比較的大きな関東平野、農美平野などでは堆積物の厚さは、数キロメートル以上に及ぶ。 世界的に大きな大積平野としては、インド、パキスタン、バングラデシュにまたがるヒンドスタン平原がある。ありがとうございます。